コーカソイド、コーカソイド、コーカソイドとは身体的特徴に基づく歴史的人種分類概念の一つである。これに分類される人々の主要な居住地はヨーロッパ、西アジア、北アフリカ、西北インドである。コーカソイドとはカスピ海と国海に挟まれたところに位置するコーカサス、カフカース地方にの ようなを意味する設備語の井戸をつけた造語で、コーカサス七字の人種という意味である。もともとはドイツの哲学者、クリストフ・マイナースが提唱した用語であった。その影響を受けたドイツのイシオ・ハンフリードリヒ・ブルーメンバフ派は、物学上の理論として語大人種説を唱え、ヨーロッパに住まう人々を、コーカシアと定義した。ジョルジュ・キュビエは、ヨーロッパ人とアラブ人をコーカソイドに分類し、 その皇帝、アンドレ・デュメリルもコーカソイドをアラブヨーロッパ人とした。人類学が成立したヨーロッパはキリスト教圏であり、ユダヤ・キリスト教に由来する価値観が重んじられていた。ヨーロッパのキリスト教徒にとって、創世紀のノアの箱舟であららと山にたどり着いたノアの息子たちは現在の人類の子祖であった。人類学の父とされるブルーメンバッフをはじめとする ヨーロッパ人学者たちは、アララト山のあるコーカサスに関心を抱いていた。また、旧約聖書の創世記1から6章では、白い色は光、昼、人、善を表し、黒い色は闇、夜、獣、悪を表していた。コーカソイドとは、ヨーロッパ人が、キリスト教的価値観に基づいて、自己を定義するために創出された概念である。戦後しばらくまでの人類学は、 科学的根拠にとぼしい偏見や先入観に満ちた内容であることが多く人種差別的な思想を多分に含んでいた。事実、提唱者であるブルーメンバッハも様々な人間の集団の中でコーカサス出身の白い肌の人々が最も美しい人間集団の基本形で他の4つの人類集団はそれから退化したものだと考えていた。つまり最初の時点で 白人史上主義的な考えが基盤に存在していたのである。その後、他の人類学者によって、白人が他に優越しているという原則の上で、高カソイドをさらに細分化しての分類が試みられた。ウィリアム・ゼット・リプリーによる、北方人種、地中海人種、アルプス人種の三分類などが有名であるほか、東ヨーロッパ人種、ディナール人種という分類も存在する。 初期の人類学の人種判別は、外見の違い、特に肌の色による判断という、かなり原始的な考察を頼りとしていた。また、上述されている通り、キリスト教への信仰心が深く関与している概念であり、風貌的に似通っていても、異教徒である場合は、意図的に範囲から除外された。人種分類はその性質上、優生学などの差別的な思想と結びつきやすく、 実際に、クークラックスクランやナチスのような勢力を生み出す、原因となった。そのため、現在の生物学における人種に関する研究は、現世人類は一種一亜種であるという前提の上で、慎重に行われている。あくまで人種とは、原生人類の遺伝的多様性の地域的、個体群的偏りにぎず、人種相互に、明瞭な境界はないとする。なお、 近年の国際的な学会では人種分類としてのコーカソイドという名称から地域集団の一つとしての西ユーラシア人という名称が一般的になりつつある。詳しくは人種を参照。コーカソイドは日本語中での用法は白人、白色人種のヨーロッパ風の表現として認識されることが多い。モンゴロイドやネグロイドにも言えるがコーカソイドも また非常に広い範囲に分布しているため、人種的特徴は一概に言えない。アフリカ大陸で誕生した現世人類は、アラビア半島経由でユーラシア大陸に進出し、大陸全域に居住地域を拡大する。このうちコーカソイドは、ユーラシア大陸のイラン付近から中東、ヨーロッパに移動していた人々の末裔である。クロマニョン人は、コーカソイドの直接の祖先と考えられる。 15世紀以降は特にヨーロッパ系コーカソイドが征服地への入植により大きく居住地域を拡大し世界的に拡散した。コーカソイドは、で、アフリカ後にイラン付近から中東、ヨーロッパに至る西ルートを取った集団である。コーカソイド人種を特徴づける Y 染色体、ハプログループとして G, I, J, R などが挙げられる。 モンゴル帝国の精神及び、ムガル帝国の南進によって、東、ヨーロッパやロシア及び中央アジア、南アジアの一部が、モンゴロイドの支配下に置かれた。その際征服された地域では、顕著ではないものの根血が認められる。ロシアは何百年もの間、トゥルク系国家や、モンゴルによって征服されたため根血は多かった。ただし、 それらのモンゴロイドは遊牧民族であるため土着の農耕民より人口が少なく、さほど根血の影響は高くないともされる。なお、ここでは中世以前におけるコーカソイドと他人種との根血についてのみ記述し、大航海時代以降のヨーロッパ人の移動に伴って生じた根血についてはここでは割愛する。アフリカ人はネグロイドに分類されるが、北東部アフリカは、 サハラ砂漠以南の西南部アフリカ、ブラックアフリカとは異なった遺伝子的特徴を持っている。スーダン南部に広がる大湿地帯のボトルネック効果と中世以降のアラブ人による入植のためで北アフリカの先住民であるベルベル人は高カソイド系に属すとされる。ただしベルベル人など北アフリカの民族にはネグロイド系のワイセン体、 ハップログループ E1 ビット1ビットが高頻度で、ミラーレなど他の高カソイドと異なる特徴もあり、ネグロイドとの混血が示唆される。さらに、エチオピアの主要民族であるソマリ族、エチオピア人種も古くからベルベル系とネグロイド系の混血で構成されている。東欧では、ハンガリー人、マジャール人がモンゴロイド、黄色人種であるフン族の子孫であるという説が存在したが、 コーカソイドも含む多種民族の根結で構成されているために現在では該当れていないとする。ハンガリーという国名は、フン族との関連を連想させるが、ハンガリーの語源については諸説あるものの、フン族との間に特別の因が関係はないと考えられている。フン族は離散集合を繰り返す部族連合体であり、全員は、 必ずしも、モンゴロイド系とは言えないとする見方もある。ただ、粉俗の主張をアッティラと会見した、ローマ側の施設、ローマカトリック教の僧侶による報告書では、アッティラと彼を取り巻く将兵たちの目は小さくて、髭が薄く、かつ身長も低く、胴長短足であると記されていて、ヨーロッパ人が初めて見たモンゴロイドが奇怪な、要望に見えたことと、タタール人という言葉が、 当時のキリスト教でいう、地獄のタルタロスを連想させて、恐怖心を一層募らせたことが、今に伝えられている。フィンランド人、フィン人やエストニア人とサーミ人とカレリア人と、リーブ人とベップス人もハンガリー同様に、モンゴロイド起源説が唱えられ、実際に、不景遺伝子は、北東アジアに起源を持つモゴロイド系の、ハプログループ N が高頻度に見られるが、現在においては、 ハンガリー人、マジャール人同様に、コーカソイドに区分されている。これは、故郷から精神するにつれ現地のコーカソイドと、著しく混合したため、元々と濃厚であったモンゴロイドの特徴を失ったためと考えられる。上記のムガル帝国による根血も含まれる。インドにおいては、南部スリランカ、シンハラ人、タミル人などでは、オーストラロイドである先住民のドラベダ人が、 東部では、モンゴロイドのムンダ人が、北部のカシミール地方でもチベット人が、コーカソイドのインドアーリア人との根血が古くから、あった。そのため世界でも珍しい三人種根血地域となっている。また、ネパール西部のタルー人なども該当される。モルディブでもインドネシアマレー人種、インドシナ人種、コモンゴロイド系とオストラロイドの根血人種と、ドラビダ人とアラブ系などが、 インドアーリア人と根結している。北アジア、シベリアにおいてもウラル古族のウチフィンウォル系民族の大部分がモンゴロイドとコーカソイドと古くから根結している。サモエード系一部含む。さらにトュルク系民族のタタール所属もロシア系など、東、スラブ系所属との根結が古くからあり、西に行くほどトュルク系のコーカソイド種族が多い。モンゴル系民族、ツングース系。 民族一部含む。中央アジア、新疆ウイグル自治区含むにおいてのトルキスタンに分布する、ュルク系民族はモンゴロイドをベースに、コーカソイドとの根結が古くからあった、タジク人含む。西アジア、西南アジアでは、トルコのトルコ人、アゼルバイジャンのアゼルバイジャン人などが該当され、こちらも現在では、ュルク系のコーカソイド種族に属される。東アジア、 北東アジアの北海道、カラフト、千島列島に住むアイヌ、エゾ含むは、かつては白色人種に分類されることもあったが、その後は完全に否定され、ヤマト民族、琉球民族含むに最も近いフルモンゴロイドとされた。いずれも縄文人を基盤とするが、自然環境や生活習慣の差、周辺民族との混血などにより、形質が変化するに至ったとされる。 さらに、検討士によって、元人の弟子で、イラン系、ペルシア系に属する、ソグド人と見られる女宝などがと日して、元人に随伴して、日本に帰化したことから、ソグド系の一部が、日本人と同化したともさる。奈良文化財研究所の渡辺昭弘は、八角清道が、奈良の平城宮にいた、ペルシア人であったと指摘している。また、中国人やモンゴル人などは、 古来より、コーカソイド系民族と隣接しているため、コーカソイド系の遺伝子も、数パーセント確認されている。ミャンマーの南部モンゴロイド、新ンモンゴロイドとインドシナ人種の根血人種である。ミャンマー人、ビルマ人は、ベンガル人、インドアーリア系の一派ロヒンギャ人と、タイ南部とカンボジア及び、シンガポールとマレーシアとブルネーとインドネシアなどに、分布するインドネシアマレー人種の一部でも、 インドアーリア人との根血があった。さらに、フィリピンでもスペイン王国の統治時代に、スペイン人とインドネシアマレー人種の一部との根血があった、メスチーソー参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。